はい、セクシーです。今回もねグランドセフトオート5キャンペーンのプレイ実況動画になります。はい、頑張るぞい。現在マイケルでねプレイしててね、で今プレイあのマイケルのね家の中に入りました。パパのマナ娘。おっさんがポテチ食ってるっていうのもちょっと珍しいんだけどね。こうやって見ての通り、あのマイケルの息子のねこのジミーはね部屋にこもってねゲームばっかりしてるんでね、本当に不健康な息子でね、無職だしね。しかしかなりでかいテレビやな。ちょっとやりすぎやろ。いくら息子が無職で部屋にこもってゲームばっかりしてるからって言ってもよ、椅子でテレビ壊すことはないわな。I'm just trying to help you. Yeah, well, nothing says I love you like smashing my fucking TV. このマイケルはね、ちょっとかなり行き過ぎたところがあるんだよね。人間的に本当に情が厚い、情が厚くてね、本当にいい人間なんだけどね。ちょっとエキサイティングしすぎるところがあるんだよね。Go for walks, play ball. You know I have bad glands. Bike ride then. Bike ride.You wanna go on a fucking bike ride? Fine, let's go on a fucking bike ride! We'll take a bike ride along this beach. ちょっとどういうミッションだったかちょっと覚えてない。あ、自転車、あー、なるほど。これビーチに行ってね。自転車のレンタル屋。で、レンタル屋であの自転車借りて、だなんかビーチでね、この息子となんか自転車で競争するんだよな。ちょっと今流れてた、今カーラジオから流れてた曲はクイーンのね「レディオガガ」っていう曲なんだけどね、好きな曲でね、自分ロックとかめちゃくちゃ好きでね、クイーンももちろん好きなんだけどね、レディオガガね、あのレディガガっていうアーティストがいるんだけどね、いるんだけどレディガガっていうあの名前はね、このレディガガがねちょっとしたエピソードがあって、レディガガがテレビで出演してる時にまだ売れてない頃ね、あのメジャーになる頃、あのメジャーになる前にね、レディーガガがね、まだレディーガガっていう名前じゃなかったんだけど、じゃない時で、なんかこれレディオガガが流れてて、なんかレディーが自分の名前をつけ、あのどういう名前にしたらいいかっていう、どういう名前にしたらいいかっていう風に悩んでる時に、でレディーガガがね出演してるラジオ番組でこのクイーンのねレディオガガがね流れてて、なんかちょっとひねってね、レディオガガをちょっとひねって、なんかちょっと変えてね、レディガガっていう風につけたっていうエピソードなんだけどね。レディガガっていう名前はそのこのクイーンのねレディオガガっていう曲名から来ています。知らない人も結構多いと思うんです。あのロック好きの人とか、あの、まあ、特にあのクイーンが好きな人はね知ってると思うんだけどね、あのレディーガガのファンの人とかもね、このエピソードはおそらく知ってると思うんだけどね。
本当クイーンの曲もいい曲でね、キラークイーンとかまあいろいろねいい曲いっぱいあるんだけど、Don't Stop Me Now とかね、本当もう擦り切れるぐらい本当聞いたんでね、ボンジョミとかもいろいろ、ゼッペリンとかもいろいろ聞くんだけど、ここは自転車レンタル店か、この黒人か店主で今流れてるでしょ、レディオガガが、この息子と競争じゃ、ジミーと浅橋まで競争しろ、ちょっと FPS 行くか、難しいなこれ、しかし息子結構デブで乗るそうだけど結構速いでしょ、よっしゃ抜いちゃったぞ、この道をたどっていけばいいんで、おう、どこだい、こっか、どけ、邪魔だ邪魔だ、ぶっちぎりで俺が勝ってるぞ、ごめんごめん、すまねえな、ぶつけちまって痛かっただろうに、このビーチどこだい、ほんといいビーチやな、ここしかし FPS もモードこれほんとダメだわ、はっきり言ってただ難しいだけだわ、これぶっちぎりで俺が勝ってるぞ、このねサイクリングもね、あの本当にスタミナを稼ぐにはね、本当にスタミナを育てるのに本当に最適でね、マイケルしかし体力ないわ、どこだい、よし勝ったぞ、押せぞ、テレビは自腹で買うんだな、なんで中年の危機なんかに俺が付き合わせるんだよ、たまにトレシーでも嫌がらせるし、トレシーってあの娘なんだけどね、トレシー本当にこのマイケルの娘のトレシー本当美人でね、自分はあの外人の女性が好きで、ね、とっても昔から今でもね、That boat that makes yours look like a refugee raft? You know the kind of boat, the one that makes a young, impressionable girl, Hollywood 女優 本当好きでね。 and spread her legs. This is the reason you brought me here, isn't it? You fuck! Ah! Dad, wait! ダイアン・レインが本当に一番好きでね。とっても美人でね。まあ綺麗な人いっぱいいるんだけどね、外人は本当に素晴らしいわ、最近の女優はやっぱり昔の80年代のね女優が好きでね、自分も映画が好きでね、やっぱり映画もね昔の映画の方がね、今の映画もいいんだけど、今の映画より昔の映画の方が面白かったな、あのスクリーンとかのロードショー、あの映画雑誌ね、もうよく買ってたんでね、この船の上に娘がいるんだよな
みんな今踊ってるでしょ。これが娘のトレーシーでね、とっても綺麗で本当スタイルも抜群でね。Todd, you're embarrassing me. These are my friends. Yeah, you're embarrassing her, dude. They're shooting porno here. They shoot porno all over town. Mom rented our house to them last summer. What? Your house? Yeah. Man, you got a killer pad. Isn't it awesome? Let's go. Those walls can talk. You think I do it? Hey! No! Hey! Hey, cool, man. What are you doing now? Hey! やっぱりパツキンはたまらんわ。金髪パツキンはたまらんわ。こいつらこいつら乗われるんだよな。でこのジェットスキーで逃げるんだよ。そんな大したミッションじゃないんだけど、ちょっと結構筋肉ムキムキなこいつらに、これあこうまっすぐかい、あの水路って これかFPS モードやっぱ難しいで、これちょっとこのマイケル富岡が体力かなり低いんでね、ちょっとかなり接近されて撃たれるとやばいんでね、これ距離離さないと、引き離さないとちょっとあれまずいまずいんだよこれ。TPS でちょっとやっとこうか、これ。まあ両方切り替えていった方が面白いんでね。あ、結構近づいてるわこれ。どこだい。よっしゃ、終わりかな。よっしゃ、引き離したぞ。よっしゃ、あの、ま、このマップからも赤点が消えてるんで、赤点は敵なんでね。よかった、もういないか。よっしゃ、ジミーのところに送ってやる。どこだい、あった。すごいジャンプじゃ。面白いね。10代の頃思い出すわ。自分の19歳の頃のビーチで働いてたんでね、ビーチスタッフでね、暇の時はジェットスキーとかね、ウィンドサーフィンとかで遊んでたんでね。でギャルナンパしたりとかね、結構見るも真っ黒に日焼けしてね。おう、チクショウ。ジミーはどこにいんだ。ジミーは、ジミーこっかい。He's the fucking asshole, okay? He smashed my TV and he took me to the beach with my skin. So what, you sent him out to spoil my day too? I didn't know that he was gonna come get you. I just told him where you were. And he got that crazy look in his eyes, you know, like he gets sometimes, and he just went. I'm getting a cab. Coming with you.How about I just drive us all? You ruined my life! なんか血がついてるぞ。大丈夫かい。よっしゃ、ミッションコンプリート。パパのマナ娘を終了しましょう。よっしゃ、終わったぞ。はい、ご視聴ありがとうございました。